皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。ヨーロッパリーググループステージ第5節が11月30日に各地で行われたね。今シーズンのグループステージには、ブライトンの三笘薫、リバプールの遠藤航、フライブルクの堂安律、スポルティング CP の森田秀正、ユニオンサンジロワーズの町田浩樹、セルベットのディフェンダー常本敬吾ら6人の日本人選手がプレーしますね。そうだね。今回の第5節では、遠藤、三笘、堂安、森田、常本、町田が先発出場したんだ。たくさん出てますね。結果などはどんな感じでしたか？それぞれ活躍して予選突破をしたりしたけど、今節一番結果を出したのはフライブルクの堂安だね。おお、堂安は今節どんな結果でチームに貢献してくれたんですか？堂安が所属する2位フライブルクはホームで3位ギリシャのオリンピアコスに5対0で勝利した。堂安は右サイドハーフで先発フル出場し、1ゴール1アシストを記録。フライブルクはグループリーグ突破を決めた。1ゴール1アシストですか、いいですねー。フライブルクは前半3分にグレゴリッチが開始早々先制点を決める。前半8分には左コーナーキックからキッカーの堂安が左足でクロスを供給して、グレゴリッチがヘディングでネットを揺らし、2対0とした。コーナーキックからのアシストですね。さらに前半36分、左サイドのディフェンスがワンタッチでクロスを入れると、グレゴリッチが再び頭で決めてハットトリックを達成。グレゴリッチ、すみません知識不足で知らなかったですが、この試合では調子が良さそうですね。前半42分にはグレゴリッチのパスからキリアン・シルディリアが右足でシュートを突き刺し、フライブルクは4対0で前半を終えた。前半から4点はすごい。そしてここから堂安が決めるのですね。そうだね、そして後半32分に待望のゴールが生まれる。左サイドのハーフウェイライン付近で味方選手が相手と入れ替わり、ドリブル。中央へのパスがオリンピアコスの選手に当たり、ペナルティエリア中央に流れたボールを堂安が左足で蹴り込んだ。綺麗な形ではないですが、得点は得点です。堂安ナイスゴール。堂安は前節のバチカとポラ戦に続く今大会に得点目をマーク。そのまま5対0でゲームを終えた。フライブルクがグループリーグ突破を果たした。グループリーグの突破おめでとうございます。フライブルクは A 組2位内が確定。12月14日の最終節で、勝ち点12で並ぶウエストハムとの首位決戦に、引き分け以上なら決勝トーナメント進出が決定する。敗れた場合は、欧州 CL1 次リーグ3位チームとのプレイオフへ回る。どうせなら1位突破してほしいですね。この日の堂安のプレイに日本のファンが反応。堂安に限らず EL レベルでは当たり前に活躍するようになってきたね。あとは CL でも活躍できるのが当たり前になったらいい。先月か先々月の久保や南野ら欧州組が揃って活躍してた時に、堂安だけが結果出せてなくていろいろ言われてたけど、これを機に頑張ってほしい。相手がどこであれ数字は大事だし、この活躍を継続してほしい。そして来季はフライブルク卒業だよ、堂安。若手のホープだった彼も気がつけば中堅層になった。堂安やっぱりいいよね。伊藤とはタイプが違うけど、左が三笘の右高だし右は堂安が一番手選択でいいと思う。フライブルクでスタメンってことは、あのシュトライヒに認められてるってことだもんな。ほんとすげえわ。このゴールはでかいぞ、頑張れ堂安、応援してるぞ星。あのシュトライヒに認められているのは素直にすごいと思いますよ。堂安は試合後、この試合でのプレーについて言及。アグレッシブなフライブルクの、去年っぽいパフォーマンスがチームとしてできた。去年と同じように4バックに戻したというのが大きかった。全選手があまり考えすぎず、思うがままプレイすればああやってハマる。いい方向に行ったかなと。堂安は、今年もセットプレイのキッカーを務めている。コーナーキックでのアシストは練習通りだそう。トレーニングでのセットプレイもいい感触があったようで。自信を持って蹴りました。ゆっくり蹴るボールが得意ではなく、基本的にシュート性のスタイルが得意な蹴り方。自分の特徴に合わせて蹴りました。と胸を張って手の内を明かした。確かになんとなくですが、堂安は力強い蹴り方が上手いってイメージがあります。まあ数々のそういう力強いゴールを決めているからだろうね。そしてダメ押しの5点目も狙い通りだったそうだ。味方のパスを奪った相手選手のコントロールミスで、ボールが敵陣内へ。その隙をついた堂安が左足ダイレクトで決め切った。相手もかなりバテていたので、一本転がってくると思っていた。相手の体力が尽きた一方、堂安はご存知の通り無尽蔵。あの時間帯にハーフウェイラインからスプリントして入っていけるのは良くなった点。と収穫を語っていた。なんか充実していそうな気がしますね。やっぱ親知らずを抜いたから？わら。どうだろうね。
でも最近は日本代表の周りのインパクトが強すぎて堂安のイメージが薄くなってきているよね。代表の10番なのに。まあ確かに周りのインパクトは強すぎますけど、堂安の良さって何ですかね。もちろんプレイは他の代表選手に劣らないと思っているけど、個人的に堂安の好きなところは最強のメンタルだと思うね。ほう、メンタルですか。11月25日、ダルムシュタット戦で1対1で迎えた70分、堂安がエゴを見せた場面があった。味方フォワードの丁寧な落としに対して、堂安がドフリーだったギンターから半ばボールを奪うような形で強引にフィニッシュ。自らシュートを決め切ろうとする強い気持ちが見えた。ギンターはきっと怒ったでしょうね。フリーでしたから。うん、怒り気味だったね。この試合、アベマで解説を務めた南優太氏は、ギンターの方が状態は良かったんですけどね。でもまあ、打ちますね。と、堂安の心理状態を代弁。アベマ視聴者もエゴい。などと反応していた。結果的にゴールとはならなかったですが、自らシュートを決め切ろうという姿勢は堂安のような攻撃的な選手には重要です。こうしたエゴな一面があるからこそ、堂安は10代の頃から欧州の舞台で活躍することができているのだろうね。ただ、さっき日本のファンも堂安のことをもう中堅と言っていました。そうなんだよね。ファンからするともう一皮くらい向けてほしいという思いはあるかもね。堂安はどんなプレーができるようになればいいですかね。試合を決定づけられる力を身につけることじゃないかな。シトライヒ監督も似たようなことを語っているんだ。過去にシーズンのブンデスリーガを6位と5位でフィニッシュし、DFB ポカール決勝や準決勝に勝ち上がったフライブルクは、2シーズン連続でヨーロッパリーグに出場。一方で今季は序盤から複数の主力メンバーが負傷離脱していることも響き、チームパフォーマンスがなかなか安定せず。確かに昨季前半戦に大きな存在感を放っていた攻撃陣が今季は開幕から調子が上向かない印象があります。シトライヒ監督も攻撃陣のプレーを課題の一つと見る模様。ダルムシュタット戦を振り返り、後半にはギンターも打てた場面で、リクがシュートし、ゴール上に外してしまったがそれも良いチャンスだった。我々はたくさんの期待できるシチュエーションを迎えたが、何度か判断が良くなかったり、ラストパスが届かなかったり走りが良くなかったりした。と説明した。また、オリンピアコス戦前の会見で、記者が、突破にはどのような要素が必要になるか、と質問。シトライヒ監督は、ゴールを取るためにはもう少し落ち着きが必要だろう。例えば率はダルムシュタット戦は良いプレーを見せてくれたと思う。前半は非常に目立っていたし、裏に抜けた時の彼にあと2から3とパスできていたらきっと一度はゴールキーパーと1対1になる可能性もあった。だが、フィニッシュに持ち込んだ時は枠を捉えられなかった。精度にかけ、十分ゴールを脅かせていない。と、語っていた。若干堂安の批判にも聞こえてきますがわら。ドイツ紙キッカーがダルムシュタット戦後に紹介したコメントでもシトライヒ監督は堂安について言及。一度率がペナルティエリア右で1対1になり、相手ディフェンダーがタックルしようとした。昨季ならドリブルを仕掛けてからボールをうちの選手が2人いる中央にパスしただろう。そうすればゴールになっていた。でも今は違う判断し、直接クロスを試みた結果、相手に当てコーナーキックとなった。と、コメント。今季公式戦にゴール1アシストにとどまる堂安の批判にしか聞こえませんわら。どう考えても期待の表れでしょう。わら、得点やアシストを取って試合を決定づける選手になれば堂安はもっと成長する。そしたら本当に史上最高の日本代表の10番になれるかもしれないですね。堂安にはそうなってもらいたいね。期待していよう。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになるぜ。